映画の闘技場のパインですね、の通常攻略が見たいよっていう、コメントがね、あったので、今回ね、通常攻略してきました。で、パーティーがこんな感じですね。はい。で、ハイエンドノームに関しては、ウィンド持ってないんですけれども、まあ、ウィンドなくても、何の問題もないですね。で、なんなら闇属性じゃなくても、何でもよくて、アンチブロック持ちだったら、何でもいいかなって正直思います。で、今みたいな感じで、なんていうの、マーカー攻撃のやつを、敵にね、この、何、戦車雑魚に貼り付けてあげるっていうのが、立ち回りになってきます。はい。ボスもね、それで削っていくっていう感じです。はい。で、ここは、あ、そう、価値を倒して減速壁をね、出すんですけれども、その減速壁に止まることで、この、なんていうの、マーキングをね、うまくするっていう、一応コンセプトになっております。はい。で、こういう感じでね、戦車雑魚をマーキングで倒していくと。はい。で、HP、これもね、すごく位置がいいので、一回ね、そのマーキングを取ってから、戦車雑魚をこうやってつけてあげるって感じですね。はい。で、元素壁で止まると。うん。で、このマーキングについてなんですけれども、味方にね、触れた際も、移動してしまうので、だから、アンチウィンドウは、さっき今ね、なくてもいいよって言ったと思うんですけど、あるならあった方がいいです。あるならあった方がよくて、なんでかっていうと、その結局ね、味方に、触れる機会っていうのが、多くなってしまうんですね。ウィンドウがないと、こういう感じでね、引き寄せられて。うん。で、配置も結構崩されてしまうこともあるので、うん、まあ、適当にアンチブロックのプラス、できればウィンドウぐらいのキャラだったら本当に何でもいいです。属性も関係ないです。はい。で、これでね、価値を倒して減速を出してあげて、でこれね、普通にミスっちゃったんですけど、基本的に斜め軸で、ボスは削っていく、削っていくっていうか、マーキングをつけてあげてください。はい。こういう感じで斜めに向かっていく。で、減速壁で止まる。これをね、繰り返していってボスを削っていくっていう感じですね。はい。同様にこの位置からでも斜めですね、斜めでマーキングを取ってからボスにつけて減速壁で止まると、はい、この動きができるとできそうかなと思いますね。はい。で、一番いいのがこの弾も一応 HP 共有してて、で一番いいのはその全部にね、マーキングをつけれるっていうのが本当はいいんですけど、まあ、ほぼそんなことは不可能なので、まあ、1個だけねつけるっていうのを、たくさんね積み重ねてやっていくのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、ボスですね。はい。まあ、中ボスがクリアできればね、ボスも結構簡単にいけるんじゃないかなと思います。まあ、先に価値を立ち倒していってあげて減速壁を出しますと。で、あとはマーキングをつけてあげるみたいな感じですね。はい。まあ、これはちょっとね、配置が悪かったので、価値を倒すかなと思う。そうだね、価値を倒して、まあ、フィールドを作ってあげる。はい。こういう感じで、ルートをね、まず雑魚処理、価値を倒してあげないとルートができないので、うん。なんで、基本的にね、先に価値は倒さないと。で、ここも、ボス位置もね、同じように斜めでこうやって削っていきます。で、今のは多段しちゃったんで、マーキングもらえなかったんですけど、こうやってね、斜めに引っ張ってあげるといいかなって。で、一個注意してほしいことがあって、このね、超スピードのキャラを使うとき、例えばイデアですね。イデアとかを超スピードにしてて、でこいつを使いたいんだった時は、減速壁がね、ビタ止まりじゃなくなるんですよね。結構動くので、超スピードのキャラを連れてくときはちょっとね、注意した方がいいなって思いました。はい。あと、そう、スピードが高めのキャラもね、結構動いちゃうんで、できれば、うん、パワー型とかがね、理想なのかなと思いました。で、これは普通にルートミスっていると。はい。で、HP がね、結構やばいんですけど、まあ、一回こうやってね、つけてあげちゃえば問題ないかなって感じです。はい。で、ザコはね、ボス倒せば、撤退するので、別に、何、先に優先して、価値を倒すって言ったんですけど、別に残しておいても問題はないです。倒しきれるなら。はい。で、ここもね、価値が1体なので、これね、HP 配置悪かったんですよね。1ってちょっと無駄にしちゃうんですけど、うん。適当に配置ですね。うん、左上ら辺に入れれば、左上じゃないな、右上ら辺に入れればいいかな。やっぱりいいですね。で、ここは価値の下挟まったので、価値を倒すと。これで減速が出てきますよ。はい。で、ここも、同様に、基本的には斜めに引っ張っていくと、うまくダメージがつけれると思います。こういう感じでね、マーキングもらって減速壁で張り付くと。はい。これをもうずっとやるだけですね、ひたすら。なんで、もう単純作業ですね。うん。あとは、そうだな、肩とかね、ガチャキャラなんですけど、肩とかが、回復持ってるんで、
回復 M だったかな、うん、そう回復持ってるんで結構ね使いやすいかなと思いますね、うん、で厳選はしなくても全く問題ないので、そうだね、この立ち回りさえうまくできれば問題ないのかなっていう風に考えております。はい、でここもこれ斜めに引っ張った、そうだね、それで止まってあげるよ。はい、これでボス2が終わると。で最後ラスゲですね。はい、まあラスゲも言っちゃうと同じでね、斜めのムーブが、いいのかな、理想点なのかなと思います。はい、これも、価値をね先に倒してあげて、はい、でねラスゲちょっとね、何同じことやっててもあれだなと思ったんで、ちょっとね入れ歯を狙いつつやってます。はい、その動きもねちょっと見てもらえれば面白いんじゃないかなと思います。これとかね、はい、ここそうだったっけ、入れ歯狙ったんだけど、その2回ぐらいね入れ歯をね、あこれだね、そう角打って入れ歯狙ってこういう感じそうなんかこういうね面白いこともできたりします。はい、入れ歯ができるようになるとね、うん、どうしてもルートがないような時は今みたいな感じで入れ歯とかもねうまく駆使してあげると綺麗に斜めになったり、止まったりすることができるので、マーキングをねうまく切れるかなと思います。はい、でこれも止まってあげて、はい、でここも入れ歯狙うのかな、そうですね、うん、入れ歯狙って、はい、止まってあげるとまあね、なかなかね入れ歯を狙うって難しいと思うんですけど、まあ、そう余裕がある方はねぜひ入れ歯の練習とかもねしてみてください。これで終わりですね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。インスタグラム、ツイッター、 TikTok やってますので、そちらのフォローもお願いいたします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。